五右衛門。はい、皆さんこんにちは、マチャスさんでございます。今日もペルソナ3リロードの解説やっていきますね。はい、今回の動画のテーマはですね、このゲーム魔法威力を底上げするブースターっていうのがね、いくつか存在するんですよ。で、これらのブースターの種類の解説と、まあブースターがねどこまで搭載できるのかで、ブースターの上限限界のちょっとじっくりね検証をやっていこうかと思います。まあ今回の動画で終われたらいいんだけどね、完結すればいいんだけど、であとね、まあ、最適な結果がどうだったかっていうのをね最後まとめて終わろうかなと思います。敵に実際撃ってねちょっと検証していってどうなのかっていうのをね見ていきたい。でね、この動画編集めちゃくちゃ大変だったんで、ぜひね今のうちに皆様チャンネル登録とですね高評価ベルマークの通知のチェックよろしくお願いいたします。したかな、お願いします。はい、それではやっていきましょう。セーブデータ用意してます。はい、でね、今回 DLC 使えざるを得ないんですよ。ちょっとメガブースターの検証もありますんでね、ご了承ください。それではやっていく、レッツゴー。はい、それではですねやっていきましょうか。まずね、リスナーさんからご意見がありました。またピネダさんとコムケーズさん、ありがとうございます。今回も貴重な情報をくれましたね。はい、ありがとうございます。このマタピネダさんはね、前回魔導の極意入手の情報もねちょっとくれてたんですよね。もう前回ちょっと読み上げ忘れちゃって申し訳ない。はい、今回ここで読み上げさせてもらいましょう。でメガブースター系のね情報もくれてたんですよ。はい、コムケズさんもね本当ありがとうございました。こうやってねチャンネル盛り上げてってくれたらなと思います。前々回かな、魔導の極意のついた五右衛門を完成させる動画ありましたよね。で完成したわけなんですけれども、これがね、まあ今回検証用に非常に使えるということで、こいつを使っていこうかなと思います。またピネダさんとコムケーズさんからの情報だと、読み上げましょう。メガブースター持ちに魔導の極意つけてもダメージが30から60しか上がってないような気がしますというのと、今回のブースターを搭載できるだけど、なんかブースターには上限があるらしく、5倍ほどまでらしいと。なるほど。まあこれ聞いた時にやばいなと思いましたね。俺つけた後だよって、またこういう系って思って。魔導の極意被害者系の情報、まだあんのこれっていう。まあ発売からもうちょっと経ちますからね、まあこういう情報がポロポロ出てるんですけれども、僕は五右衛門ですよね、まあ、DLC なんですよ。で継承不可なメガブースターね、これ特殊ですよね。継承不可なんですよ、これ。DLC しか使えないブースター。で、これに対して、まあ、極レア。合体変化で、もう本当にもう何回も合体させて、1400回以上合体させて、ようやく入手できた、この魔導の極意。まあ、合体変化計、トータル100か200はいってると思うんですけど、はい、これをつけた意味がないのかも、みたいな話でしょ？やばいな。まあ、っていうことでね、まあ、そんなことあんのって思ったわけですよ。で、検証も面倒だなと思いつつ、今回この動画を撮らせていただいております。まあ、やるんですけど。で、検証はですね、何度も何度も敵に当てる必要があるので、そうだな、一人でまずやっていく。まあ、ちょっとね、魔導の才能がちょっとついてなかったと思うんですけれども、ここに。魔導の才能はね、こいつの場合は僕、装備でちょっと調整していこうかなと思います。まあ、魔導の才能がね、2個付けできないっていう話があってですね。まあ、聖杯ルシファー。まあ、最強装備なんですけど、これをつければ、ブースターが全部乗るということですね。だから、これ、スキルに魔導の才能ついてないよっていう人は、ここ見てくださいね。だから魔導の才能のスキルをちょっと外すシーンがあったら、これ、装備をまず外すと。いう感じでいきます。だからこういう時はこういう風にね変えるということです。で、一人でやってった方がやりやすいので、一人で行ってですね151回ぐらいでやるかな。こっから、まあ、タルタロス登っていくと。でまあ検証はね、ちょっとまあ雑魚に当てるとすぐ死んじゃうんで、まあ、雑魚よりも刈り取るものがいいかなと思いますので、刈り取るものが現れるところに行ってですね、まあ4分ですかね、刈り取るものが現れるまで待っ
て、で刈り取るものに対してペルソナ、このアヌビス、まあ、前衛ペルソナですね、パッシブスキルが最初からかかるペルソナ、ここからペルソナチェンジしてもこのスキル効くんですね、ちゃんと、うん、だからマハタルカオートが3ターンかかるのかな、うん、マハスクカオートもでペルソナチェンジしても問題ない。でここから3発ダイヤモンドダストを当てていく。でダイヤモンドダストはですね、まあ、スキルをこの全乗せブースターの五右衛門なんですけど、これをですね1個ずつスキルを切っていくと、うん、まあみんなは編集で見てるから1個ずつ上がっていくように見えると思うんだけど、僕は1個ずつ消していくっていう意味合いでやってきます。で最後動画をつなげて、まあ皆さんにどうでした かみたいな感じで見せていこうかと思います。スキルの調整の仕方はね、まあスキルカードを使ってやっていこうかな、うん、スキルカードでこういう風に、まあなんか五右衛門のここにねこうやってつけて切っていくと、うわーもったいないまあこんな感じでちょっとスキルを調整していこうかと思いますね。でまああの魔導の極意とかメガブースター乗せて実際どうなるのかと、そこを気になってる人はちょっと下のシークバーを動かして気に進んでみてください。まあ初心者さん向けにね、ブースターがどんなんかっていうのも含めて解説していきたいので、まあ気になってる人もいると思いますね。はい、その戦闘の中で刈り取るものにもしデカジャされてしまったり、まあそうだな、あとはヒートライザーが切れてしまったり、こっちがまあミスしてやられてしまったりとかなったら、刈り取るものから逃げてやり直すという感じでやっていこうかなと思います。まあそういうシーンもあるんでね、うん、攻撃が当たらないシーンもあるし、はい、それではですね、今から刈り取るものと早速戦っていこうかと思いますんで、皆さんは編集でジャンプしましょう。まずはですね、普通のブースター、うん、貧相なブースターもついてないとこからいきます。で貧相なダブルブースター、ブースターとハイブースター、魔導の才能がついたやつで、メガブースターついたやつとかいう感じで順序こう3発打っていくやつをちょっと流していこうかと思います。貧相ブースターのところはちょっとまあ一発で十分かなと思うので、ちょっとそれだけで勘弁してやってください。でメガブースターのあたりからの検証はじっくり3発当ててちょっとまあ見ていきたいと思います。なんでかっていうとね、ダメージがちょっと乱数っていうのがあって、大きな振り幅があるんですよ、うん、2,300 乗る時もあるんで、だからちょっとちゃんと平均値を見たいというのがあるので、だからそこまでねじっくり解説するのがマチャさんのチャンネルなんですよ。はい、ぜひねチャンネル登録と高評価しておいてくださいね。はい、もうね上級者の皆さんも大好物の動画らしいんでしておいてくださいね。さあそれではやっていきましょう。まずは何もないダイヤモンドダストからご覧ください。戦闘スタート。はい、これはねもうデオスクシポスに装備を調整、だから魔導の才能ついてない状態で普通のダイヤモンドダストを打っていく動画ですね。ここはちょっとしょうがない。でヒートライザーが一発かかります。まあ、こっからの展開は、まあ、敵がねほぼヒートライザーしていくので、一人でやっていくんだったらこの状態からスタートになりますね。まあ敵も硬くなってちょうどいいです。でダイヤモンドダストをバシッと打っていきます。ここは、まあ、こんなもんですよね。460覚えておきましょう。もう一発打てるんでちょっとチャンスあるんで、もう一発打ちます。451ということでね、まあ、こんなもんですよね。まあ普通はね。で一旦まあノーマルの攻撃はここまでとしてですね、まあ、今度はですね、まあ、デオスクシポスのまま、魔導の才能ついてない状態、まあ、この状態で今度はブースターがねかかった状態の状況で検証をしていこうかと思います。また同じですね、ヒートライザーをかけてもらってですね、かかりましたね。でこちらは前衛ペルソナからペルソナチェンジ、氷結ブースター一発とのみのブースターということ で当てていきましょう。ここまではね普通にゲーム序盤で見れるブースターの効果ですよね。610上がりましたね。このブースターは25%氷結魔法の攻撃力威力が上がるということですね。551、これがランスルーでですね、だいぶ違いますよね。さっき出てたダメージとはもう全然違う。で今度はまた装備を確認しましょう。
で、デオスクシップですから魔導の才能はついてません。で、このまま今度はダブルブースターですね。ブースターとハイブースターをつけてどうなるかっていうのを見ていきます。で、ヒートライザーしてもらいましたね。で、こちらもバフがかかってます。アヌビスからペルソナチェンジ。で、氷結ブースター、ハイブースターです。 25% と 50% ですから、合計で 75% か。そうですね、うん、で、また、ね、ブースターが2つかかってる状態ですね。はい、まあ、ダブルブースターまでつければ結構使えるペルソナになりますよね。じゃあ53ということです。いいですね。で、まあここからさらに底上げしようと思うとですね、こうなります。で、デオスクシポスのまま今度はシングルブースターですね。はい、まあ、単体魔法だったらシングルブースター、複数魔法だったらマルチブースターっていうのを取り付けるんですが、今回は僕は単体魔法のダイヤモンドダーストなのでシングルブースターをつけて、氷結ブースターと、氷結ハイブースターダブルブースターつけてですね、やっていきます。今回からの新しいブースターですよね、1032。あ、なかなか底上げされましたね。もう一発打っていきます。ダブルブースターとシングルブースター版いきましょう。1000超えぐらいですね、大体ね。大体1000超えぐらいか。うん、はい、もう一発いけそうなんでね。氷結ブースター、ハイブースター、シングルブースター、打っていく。で、まあ、961ということで、まあ、1000は超えなかったのか。まあ、ちょっと残念ですね。バフが元に戻ったというところで終わりですね。なるほど、ここまではね普通につけれる、ブースターのまあまあ強いやつですね。で、今度は聖杯ルシファーをつけましたんで魔導の才能がついた状態プラスダブルブースター、そしてシングルブースターを取り付けた状態ですね。だからブースターが合計で4つついてるイメージですね。まあ、スキル上は魔導の才能ついてないように見えますがついてるということです。同じことですね。で、当てていきます。敵も当然ヒートライザーかかった状態ですね。1315。わあ、すごいね。もうここまで来たら結構使えるね。もう一発撃てますね。確認して撃っていきましょう。もう大体これに耐えきる雑魚はまああんまりいないよね。刈り取るものだから結構耐えてるけど、でもやっぱダメージの振り幅はちょっとこれしょうがないね。ブースターちょっと軽く1個分ぐらいの振り幅があるようにも見える。1253ですね。ここからはじっくりもう一発当ててみてみたいんで、まあ、3発ずつ打って戻りましたね。終わりです。で、次はですね、装備は当然聖杯ルシファーにしてます。ですから魔導の才能がついた状態ですね。で、敵が攻撃してきてヒートライザーと硬くなりましたね。で、この状態でブースターを、前衛ペルソナからペルソナチェンジ、氷結ダブルブースターとシングルブースター、魔導の極意、魔導の才能という、まあ、普通の人だったら結構つけれる限界のブースターですね、はい、普通のペルソナでできる限界のつけ方っていうんですかね、はい、ダウンロードじゃないペルソナでつけれるペルソナのダメージの限界がここまで、ね、1955か。結構出てるね、うん、これは結構参考になると思います。1936ですね。だいたい1900台ぐらいですかね。ランダム効かしたらもっといくんでしょう。コンセとかね。で、バフショットが元に
戻りましたよと、はい、ということです。次はですね、ちょっと打って変わってなんですけど、聖杯ルシファー、魔導の才能ついた状態で、で魔導の極意がついてない、もう DLC を育成したとして、もうメガブースターまでっていう状態でちょっとチャレンジしていきます。はい、敵の状態も同じですね。ヒートライザーかかりました。で前衛ペルソナからペルソナチェンジ、ダブルブースター、メガブースターのみ、そしてシングルブースター、極意はついてない状態でダメージを当てていきます。これは DLC でできる、まあ大体普通にプレイしてできるギリの限界ですよね。魔導の極意つけたらもっといくかもみたいなところなんかな、うん、1ヶ月前の僕、うん、考えではここまでかなっていう。2000超えてますね。2280とか敵が攻撃してくるけど大丈夫ですね。ここでね、何回もデカジャとかされたんで大変だったんですよ。もう一回打ってきます。メガブースターまでがついてる、極意はなし、シングルブースター2149ですね。まあなるほどなるほど。はい、次はですね、聖杯ルシファーを装備して魔導の才能が効いた状態でですね、ダブルブースター、シングルブースター、メガブースター、そして魔導の極意をつけた超超極レアな DLC のペルソナブースター状態っていうのを再現してやっていく。ですから DLC のペルソナで、まあ、メガブースターにね、まあ、極意つけるの憧れるんですけど、それをやってみたですね。本当だったら魔導の極意がついてるから相当ダメージが上がってるはずなんだが、自然系魔法がね、の魔法の威力がプラス 50% ですからね。先ほどは2208出ましたね。ちょっと今僕手元に今メモってるんですけど、なんかあんまり上がってない感じがしますね。2278、あれちょっとやばいな、ちょっとやばいな。これはさっきの、なんだろう、窓の極意つける前とあまり変わってないのではっていう、否めないね、これは否めないぞ。乱数もあるからひょっとしてだが2301、え嘘やばい、これはどうしようかなっていう感じですね。この検証は確かにコメント通りかも。まあ皆さん見ていただいてどうでしたかね。最後の極意とメガブースターのこう関係性についてはちょっと皆さんもんって感じだったと思うんですよ、まあ、僕も当然そうだったんですけど、コメント通りだったね。つまり DLC のペルソナには極意はつけてもあまり効果がないっていうふうに思った方がいいかな。効果はあるけどちょっとしか上がんないよってことだね。逆に DLC じゃないペルソナに魔導の極意をつけて遊ぶっていうのは結構ダメージ出るってことですよね。これは意味があるってことですか。なるほどなるほど。じゃあ DLC でもヘカーテとか聖天耐性につけるのは全然ありってことだよね。大炎上とかエルジハードに極意を上乗せすれば結構悪くないダメージ出そうだよね。なるほどなるほどって感じですよね。でもっとこう勉強してみると、この極意をつけるつけ方結構気をつけなきゃいけないっていうことだよね。でなんか5倍までですっていうご意見があったんだけど、5倍までっていうダメージの上限の設定が、まあ、天井っていうのかな、設定されてたとして、でそこまでしか上がらないと、じゃあスキルはどこまでつければっていうこともちょっと考えれてくるから、ちょっとスキルの調整もみんなで一行するべきだよねっていうことになってくるよね。なるほどな。これはね、今回貴重なデータが結構取れたんでね、皆さんこの動画を見てちょっと勉強なさっていただいてですね、ちょっと自分のブースターの付け方をちょっと一旦見つめ直すというか、まあそういう動画になれたらなと思いますね。まあ、僕もちょっと非常に勉強になりましたね。知らないことだらけだったので、まあ、撮るの大変だったんですけどね。
まあだからちょっといろいろ浮かびましたね。いろんなダメージのこうデータも取れたので、まあ例えばここからさらにシフトハイブースターは効くのかとか、うん、あとなんだろう、テウルギアで王様とオイラっていう氷結系の魔法のテウルギアがあるけど、あれをゴエモンで打ったらどうなるかとかね、ちょっとまあいろんなネタは浮かんだんで、ちょっとこれ以上やったら時間がかかっちゃうんでね今見てる時点で多分皆さんは20分強の動画になってると思うんで、これ以上やったらねちょっと30分超えちゃうんで、この辺にしとこうかなと思います。はい、まああとはそうですね、最後おまけにちょっと王様とオイラやってみようか王様とオイラをちょっと動画一本流して皆さんとお別れしようかな。まあ、皆さんとねこうやって知識を深め合って勉強も終わったところでねだからこの動画だったんですけどねはい、知識も深め合いました、より理解が深まる。それでは刈り取るものでですねやっていきましょう。まあ聖杯ルシファー、魔導の才能のスキルが効いた状態で、まあ装備してますね。この状態で、パッシブスキル、まあ、前衛ペルソナがアヌビスなんですけど、マハタルカオートが効いた状態で戦闘スタート。さらにペルソナチェンジしてコンセントレートをかけて、そして、まあ、ランダマイザーは今回なしにしようかな。うん、ダイヤモンドダストをゴエモンで打たずに、そこでテウルギア王様とオイラやっていきます、ね、パッシブスキル効いた状態でコンセントレート、寿司三昧、はい、コンセントレートかかりましたよと。どうする、まあ、ここからランダマイザーしてもいいんですけど、さらにペルソナチェンジ、ね、全メガ極意ブースター搭載ゴエモンでテウルギア王様とオイラを打っていきます、ね、敵全体に耐性無視の氷結大ダメージを与える。いいっすね。だからこれマルチブースターつけた方がいいってことか。ああそうか、シングルでダメ。11,117 だそうです。はい、皆さんチャンネル登録と高評価お願いいたしますこの辺でじゃあ私はお別れいたします。皆さん長々見ていただき誠にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとう、バイセンキュー、またね。